皆さんこんにちは。東京ヤクルトスワローズの真中です。今年はヤクルトファンの皆さんと一体となって優勝を目指して頑張っていきたいと思います。最後まで諦めずに粘り強い野球をやっていきたいと思います。皆さんこんにちは、山田哲人です。今年の目標は優勝です。とにかく昨シーズンの成績を全て上回ることです。皆さんこんにちは、中村です。今年の目標は、チームの優勝のために、そしてチームの勝利のために、いかに貢献するかということが目標です。チームの勝利を、共に分かち合うために、選手、ファンの皆さんで一緒になって戦っていきましょう。皆さんこんにちは、畠山和弘です。今年は、しっかり勝負どころでの、打点にこだわってやっていきたいと思いますので、ここぞという場面で、僕に打順が回ってきたときは期待してみてほしいと思います。皆さんこんにちは、川端慎吾です。今年の目標は、今年こそ、全試合出場を目指して頑張りたいと思います。今年も、東京局は、悲しみなんて笑い飛ばせて、変えずにいきたいと思いますので、皆さんどうか盛り上げてください。皆さんこんにちは、雄英です。今年は優勝を目指して全力プレーで頑張ります。今年は優勝しか頭にありません。秋にはみんなで笑いましょう。皆さんこんにちは、石川雅則です。自分自身なんとかですね、ローテーションを守って、15勝以上できるように、頑張ります。どんな時もいつも温かいご声援どうもありがとうございます。今シーズンこそは、ファンの皆さんと一緒に優勝の喜びを味わえるように、共に頑張っていきましょう。今年も東京ヤクルトスワローズ応援よろしくお願いします。東京ヤクルトスワローズ2015。さあ待ちに待った神宮開幕です。この日を楽しみにしていたスワローズファンの皆さん、今季も早くから神宮球場に来ていただいてどうもありがとうございます。そのスタジアム DJ パトリックです。今シーズンもよろしくお願いします。そして僕の横にいるのは我ら東京ヤクルトスワローズマスコット、22年目の大ベテランスパークロー、そしてスパークローの妹ツバミちゃん、そしてヒーローキャラクターのトルクーヤー、さらにダンシーブファッション、そしてスパークルスとともにね、スワローズのホームゲーム盛り上げていきます。もちろんファンの皆さんと一緒に、もちろんスワローズの優勝のために、長いシーズン共に戦っていきましょう。今シーズンもよろしくお願いします。そしてライトさんの応援団のみんな、今年もスワローズの勝利へと導く熱い応援のリードよろしく。さあ神宮開幕戦、対戦するのは阪神タイガースです。タイガースファンの皆さんもようこそ神宮球場へ。皆さんこんばんは、共に気持ちいい戦を送っていきましょう。そして今シーズンもよろしくお願いします。さあこの後はですね、開幕セレモニーを行っていきます。まずは日本大学吹奏楽研究会の皆さんのパフォーマンスからスタートです。まずは校歌の演奏からどうぞ。